あなた、血圧低くないですか？こんにちは、原町接骨院久松です。今回は自律神経も影響する低血圧の対策ということでお話しいたします。今回はね、血圧が低い低血圧、それについてのね、対策についてご紹介いたします。そしてこの動画をご覧になることにより、血圧が低いあなたはそれを改善していくことができるようになるはずです。ではお話しいたします。低血圧、種類がいくつもあります。まず一つ目は原因不明の低血圧、これは本体性低血圧というやつです。そして二つ目は起立性低血圧、これはいわゆる立ちくらみですね。立った時にクラクラってくるやつ。そして三つ目は二次性低血圧、これは糖尿病とかね、心臓病とか甲状腺疾患、腎疾患など病気によるものによる、病気が原因による、低血圧。今回私が、言う低血圧はこの原因不明本体性低血圧、それについてのね、対策になります。まあ、起立性低血圧についてはね、起立性低血圧立ちくらみの対策を、行えばいいですね。立ち上がる前に足を動かすとかね。二次性の低血圧に関しては、もう私じゃどうにもならないんで、病院の方に、相談してください。この原因不明の、例えば病院に行ってもね、原因がわからないとかね言われた、そういった、原因不明の本体性低血圧は改善できます。あなたのセルフケア次第です。これ本体性低血圧、ストレスや自律神経の乱れで起こることが多いんです。血圧、要は血圧でも血管の内壁を押す力、これが血管としたらこう水、私の手が血液、これガーッとね、血液が血管を広げていく力、これは血圧なんですけど、これが弱い状態なんですね。そうなってしまうと血流が低下したり、だるさが出たり、頭痛がしたり、倦怠感がしたり、肩こりやめまいが起こってしまうんです。はい。じゃあ対策をどうすればいいか。この低血圧だから何か特別なことをするというのではなく、セルフケアとしては体に基本的なことを行うようにしてみてください。まずは睡眠しっかりとってください。時間だけじゃなくて質もね、質のいい睡眠とるようにしてくださいね。二つ目は水分補給。水分ね、多くな、取ることによって血液を増やせます。血液が増えることにより、血圧ね、上げていくことができます。低血圧改善できます。はい。で、三つ目は食事。食事で特に大事なのは、タンパク質と塩分を取るようにしましょう。タンパク質を取ることにより、低血圧改善できます。肉、魚、乳製品、大豆製品。そして、あと塩分。塩分もね、血圧上げてくれる効果がありますからね。まあ、取りすぎて血圧高くなりすぎたら困るんですけど、低血圧の方の場合は少し塩分多めに取るっていうのは大事になります。あとは、ね、血流を上げるっていう点でね、運動したり、入浴したり、で、ということ、体にいいことをする。まあ、食事に関しては塩分っていうことに関してはね、またちょっと変わってくるかもしれないですけども、まあ、体に基本的なことをやっていくっていうのが、低血圧改善に なってきますから、ぜひ、もしあなたが本体性低血圧でお悩みしたら、対策をしてみてください。ということでね、今回の話もう一度復習すると、低血圧、原因不明の本体性低血圧、起立性低血圧立ちくるみ、あとは二次性低血圧、病気の影響ですね、糖尿病、心臓病、甲状腺疾患、腎疾患の影響などによる、低血圧があるんですけども、この原因不明の本体性低血圧、これって、ストレスや自律神経の乱れで起こることが多いんです。血圧ね、血管の内壁を押す力が弱くなる状態、血流低下が起こったり、だるさが出たり、頭痛がしたり、倦怠感が出たり、肩こりやめまいなどが起こる。対策はね、体に基本的なこと、睡眠をしっかりとる、質も上げていく、そして水分補給をしっかりする、で、食事、タンパク質と塩分を多めにとりましょう。そしてあと血流を上げるようにね、運動や入浴をして本体性低血圧撃滅するように頑張ってみてください。本日の動画は以上になります。もし、今回の動画があなたにとって少しでもヒントがございましたら、グッドボタンをお願いします。また、質問やコメントは下のコメント欄からお願いいたします。
私、今後も自律神経やお体に関する動画をどんどん上げていきます。もしご興味がございましたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。